なんか日常を見るのが斬新みたいなのでですね、ちょっと今から今日何も食べてなくて軽くお鍋を一人鍋しようと思います。でもやしってさ、なんですぐ炒むんですかね。なんか安いから日持ちしてほしいのに、日持ちしてくれないとこが私はもやし嫌い。なんかせっかくさ20円台とかで買ってもさ、なんかさ3日も持たないじゃないですか。そういうとこね嫌い。よいしょ、まずまあもやしと、あとえのき。うお、えのき入れます。はい、もちろんここの部分は取ってくださいね。あともう私はキノコ大好き人間なので、しめじも入れちゃいます。明日は握手会ですよ。もうね、嬉しいんですけども、本当に。よいしょ。そしてですね、なんと明日は取材もあるみたいです。私ね、一人で取材とか初めてだよ。 SKE 入ってもうびっくり。もう私ね、入って2年ぐらい経つんですけど、ほんとこういうこと初めて。よいしょ。あとはまあエリンギが余ってるから食べちゃいます。まあキノコね苦手な人結構見てると多いんですけど、まあ林ライスは煮込んでるので、まあ椎茸とかね、椎茸って分かんないからね、食べてみた方がいいと思います。うん、あと最後ね、キャベツをね本当は入れたいのに、キャベツが高いの。なんかさ、前までさ100円で買えてたのに、キャベツなんか今日お店に行ったらやっぱ250円ぐらいして、でなんか他のいつも安いなと思ってた八百屋さん行っても200円したから、買うのやめました。高い、一玉だって200円もありえないもんだって。2つ買えるもん、それだと。もうやだやだ、なんでキャベツ高いの。名古屋だけですかね。よいしょ。あとはね、レタスも本当はレタシャブ美味しいんですよ。レタシャブ、そういえばだから私レタスも買いたいんだけど、まあ葉物は基本全部高かったので、まあ、ほうれん草も高かったし、だからもうこのなんか前に98円ぐらいで買った白菜を入れたいと思います。よいしょ。はい、ね、明らか量が一人分じゃないんですけど、どうしたらいいですかね。まあいいか、仕方ないね。まあなんかさっきのね食器洗いのやつとか見ててわかると思うんですけど、まあ私ぶっちゃけ結構適当なんですよ。まあだからなんかね、昔ねプラスチック入りおにぎりとかね、あと腐ったちょっと肉じゃがとかをね出してしまったんだと思うんだよね。まあ本当だったらやっぱさ、料理する人だったらねちゃんとしてた方がいいんだろうけど、まあいいかなっていう。よいしょ。どうしよう、多いよ量が。わっさーってなってる今、めっちゃ多い。明日食べればいいかな。どうしよう、本当にちょっと多いな、白菜が乗んなくなっちゃう。懐かしい、これタジン鍋って言えばいいのかな。なんかね、
今はやめてしまった、卒業してしまったゆいさんがよくこれ作ってたの。まあ寒いから鍋ってさ、やっぱ野菜も取れるし体もあったかくなるしいいですよね、おすすめ。よし、こんな感じでいいのかな。なんか私こういう一人鍋これ初めて、今人生で。果たしてこんな感じでいいんだろうか。よいしょ。まあね、もう盛り付けが雑とかね、もう言わないで、分かってるから。なんかさ、分かってること言われるとさ、すごい傷ついちゃう。なんかハヤシライスの時に残ってた牛肉をちょっと乗せようと思ったんだけど、なんか匂いが腐ってたからやめました。よし、じゃあ火にかけよう、かけてみよう、やってみよう。はい、そろそろできたようです。そう、なんかね、またコンロが汚いとか言われるからさ、ちょっと綺麗にしてたんだけど、ちょっとここら辺なんかいるね。まあ、気にしないで、指摘しないでね、コメントで。分かってるから、綺麗にします、すいません。じゃじゃーん、さっきより減りましたね、水分を踏んだから。うん、よくわかんない。とりあえず完成。